皆さんどうも、渡る康介です。10月28日リリースの僕のニューアルバム、あなたがいるだけでのですね、6曲目に収録されておりますのが家路という楽曲でございます。この楽曲ですね、いろんなバージョンがありましてですね、今回収録したですねバージョンは2005年バージョンですね、マテリアという僕の、デビュー直前のですね、インディーズミニアルバムですね、マテリアというアルバムに収録されている、バージョンなんですけれども、まあギターがベースになってるんですけども、ちょっと南国チックな、アレンジに、なっております。この楽曲はですね、僕が初めて、歌を歌っていきたいと思った時に、最初に書き下ろしていただいた、楽曲でございます。シンガーソングライターの江崎敏子さんに、いただいた曲なんですけれども、まあ、そもそもですね、僕が、なぜ歌を歌いたいくなったかっていうのはですね、もちろんマシマターの影響もねあるんですけれども、学生時代沖縄で過ごしました。3年間ね、学生時代を過ごしたんですけれども、その3年の間に本当にたくさんの出会いがあって、沖縄のね民謡歌手はもちろんですけれども、ポップスの歌手の方だったりとか、なんかそういうねこう沖縄の音楽家たちって自分たちのこの文化を外に発信するそのパワーがですねものすごいんですよ。で、奄美の人は真逆でですね、ちょっとこう保守的といいますか、守りに入るような感じのこう性格の方が多いかなと、思いますね。なんか僕自身もその自分がっていう感じではないんですが、沖縄の人はもう本当なんだろう、とにかく自分たちの文化っていうものにとってもこう誇りを持っていて、なんかその姿がすっごくねかっこよく僕には映ったんですよね。なんかそうあるべきだなと思いましたし、で僕自身もそのね島唄をもともとやっていたので、奄美のねその文化の一つでもありますし、これをこうね多くの方々に、もっともっと知ってほしいなっていうふうに、思うようになったんですね。そういう沖縄の人たちから受けた影響でですね。で、島唄だけじゃない新しい自分にしかできない、歌えない歌を、歌っていきたいなっていうふうに思い出した時に、当時の、レコード会社の方からですね、ちょっと音楽やってみないっていうですね、連絡がある日突然、ライブハウスのですね、奄美大島にあります足火というライブハウスの、麓健吾さんというですね、まあ、代表の、方からですね経由で電話をですねいただきまして、で当時まだ全然右も左もわからない時だったんで、でもたまたまですねちょっと東京に行くきっかけがありまして、というのも島田にですね呼んでいただいて、でその時にその、レコード会社の方と初めてお会いしてですね、いろいろとこうお話をして、どんな風に進めていくかみたいな、まずはお互いのこう感触をですね、確かめ合おうみたいな話で、もうすぐデビューっていう話ではなくて、でその当時からですね、学校、まあ、学生だったんで、学生しながら2、3ヶ月に1回ぐらいですかね、週末に東京に行ってですね、オリジナルとかカバーをですねいろいろとこう歌っている中ですね、このシンガーソングライターの江崎敏子さんという方のそれぞれにっていう曲にですね出会ったんですよ。でこれでバチッとこう僕の方向性といいますか世界観がですねこう開いた感じになりましたね。でこれは江崎さん自身もですねそれぞれにっていう曲は歌ってらっしゃって、で僕はカバーしたっていう感じになるんですけども、まあ、後にこの曲が、デビュー曲になったわけなんですが、その前にこの家路という曲をですね江崎さんが初めて僕のために僕をイメージして、作ってくれた
楽曲です。なので本当にこの曲に関しては思い入れが、ひとしおでもあるんですけれども、もう本当あの当時はね、この楽曲で初めて、ミュージックビデオというものをですね撮らせていただいたりとかしたんですけども、奄美大島のコニアという、まあ、南の方ですね、コニアっていう町から、加計呂麻島っていうですね、村へ島へ渡る、そのフェリーの上でですね撮影したりとか、まあ、浜辺で撮影したりとかしてですね、もう全然もう撮影とかしたこともないんで、どんな風に動いたらいいんだろうみたいな、もう右往左往していた自分をですね、このアレンジを聞くと、思い出しますね。あの頃のことを懐かしく思い出しますけれども、まあ、あのこの頃っていうのはもう本当に島唄しか歌ってきてないので、やっぱりその初めてこのポップスのね、歌手の世界っていうところに、入ってきたので、やっぱりこう歌い方もね今とは全然違うんですよね、うん、声の張りとかそういうものはやっぱりもう若さもあってですね、あのこの頃はこの頃ですごくあいい声だなっていうのもあるんですけども、やっぱりそこからこう15年経った今ですね、知らず知らずのうちになんか自分自身もねいろんな方からですね刺激をいただいて、まあ、こうしてね、今の自分が今の自分の歌のスタイルっていうのもあるんだなって思いますし、またその頃の自分がいたからこそね今の自分がいるというふうにも、思わせてもらえる、なんか本当にあの頃の純粋無垢というか、はい、そんなものもこの曲を聴いてですね、感じていただきつつ、またね、奄美大島にもですねぜひ、ねまたちょっと今はね行き来するのは難しい時期ではありますが、ぜひ興味を持っていただいて奄美の方にもですね遊びに来ていただけたらなというふうに思います。家路ぜひ皆さん楽しみに聞いてください。